天馬神社は、兵庫県神戸市中央区北野町に鎮座する神社、通称北野天馬神社。福原仙都に際して、平野清盛の命を受けた大納言国綱が、新しい都の鬼門鎮後京都の北野天満宮を、勘定して、社殿を造営し、送信会に管理させたのが、当社の始めと伝えられている。自称四年のことだという。以後、 神戸の北の天馬神社の周辺は、北野と呼ばれるようになった。中世の武家の世では、当社はしばしば戦乱に巻き込まれた。南北朝の道乱期の港川の戦いや、王人の乱に関わる兵庫の艶き打ちなどでも、被害を受け、幾度か衰退の浮き目を見た。特に戦国末期には、中国の毛利氏と結んだ、荒木村重配家の花熊城に近かったため、織田信長の命で、 花熊城を攻めた池田氏がすぐそばに陣を敷き、北の天馬神社も激戦に巻き込まれた。太平の江戸時代になると、北の天馬神社は、北の村の鎮守として数敬され、商法、教法、文化年間には、本殿や拝殿、新仙書が建設された。二百五十年余り前の延教年間のある夜、神戸村の一人の漁師が、真っ暗な和田岬の沖合で嵐にあって、 遭難しかけた。この時、北の天馬神社のご神木から明るい光明が一筋点に登るのが見え、それを頼りに神戸の浜に帰り着くことができたという伝説も伝わっている。明治になると神戸に来住した外国人が居留地変換に伴って居留地の北にあたる、このあたり、北野町や山本通りに住み始め、異人館が立ち並んだ。ありがとうございます。